半に家出ました。6時半に来てんの？6時半に家出たんです。始発で。始発？何時頃なんですか？え、5時。尊敬しちゃうのね。とにかくいいよね。かっこいいし、男ばっかだから自分の信念というか、誰が何と言おうともやるって感じのがいいと思います。男らしい、男らしいっていうか、なんか大人にも子供にもなりきれないって感じがすごくいい。日曜日午後3時、東京渋谷の道路上でユニークな踊りと寸劇を披露するグループがある。その名は劇団一世風靡。平均年齢22歳、総勢50人の男だけの集団である。彼らは3年前からこの道路上でのパフォーマンス、肉体表現を続けてきた。観客は通行人、当然客席がない、つまり無料である。噂が噂を呼んで日曜日の午後を楽しみにしているファンも生まれ、やがてご覧のように人垣ができて人気者となっていった。しかしメンバーには今でもそれぞれ職業を持っていることが義務付けられ、道を離れるなを合言葉に、欅並木のいつもの道路上で踊りと寸劇によるパフォーマンス、肉体表現に真剣に取り組んでいる。舞台あるし、道っていうのは非常に格好なる、提供の場じゃないかと。道を行き交うのは他人であるしと。で、評価をそこでどうしたら、自分がある種の提示をして世の中の人がどうやって賛同するか、およびどうやって評価をして、ある時は罵倒されるかと。これ非常に体験を積める意味でも面白いんじゃないかと、こういう発想だったんですよ。それで初めて真っ先にやり出しましたのが、いわゆる、これはいろんな方が、そこでやっておったわけなんですけど、自分は単なる発想としまして、着物を着てそれで 2,3 人で踊ったら非常に面白いものができるんじゃないかって、外人がびっくりするんじゃないかって、そういう発想が、後日称される竹の具と言いますか、でそういった、風俗に変わっていって、それともう一つ、あれは本当はですね、日本的なものをやりたかったんです。着物を着て、日本の踊りというのを今の若者のディスコダンスじゃなしに変わるステップというのを編み出したかったし、手の動きというのを編み出したかったしと。で、道端の提示というところでそういうことを初っ端きっかけでやったんですけど、いかんせんこのいろんな人間が集まって風俗化現象に変わったし、そして、いろんな人間が、不良界の道へとで走っていったわけで、ちょっとやっぱきついな、これではできねえなっていうところで、やっぱり一線を切って一世風靡を作る上では過去いろいろやっておったわけなんですけど、とにかくルールを作ろう、それと日本的なものをやるしか日本人には見せられないんじゃないか。そ
劇団の稽古はそれぞれの仕事が終わる夜7時頃から始まり、特に決まった稽古場を持たない彼らはその都度探し当てた場所に集まって夜遅くまで稽古は続く。この踏み込み合わせろって6回合わせたら滑るんだよ。こうやって早く行こうと思ってな、そしたらまた踏み込むんだよな。3回、それ終わったらもうコーナーに入るの。そのコーナーになったらこの一直線をコーナーをつけてこういうふうに円形を作れつつ、これは違います。大戸代表の片腕とも言うべき団長の平賀正臣26歳、一世風靡は大きく分けると踊りや音楽志向のグループ、観客の反応を調査するグループ、そして演劇を志向するグループの3つに分かれるが、その演劇グループを任されているのがこの平賀団長である。生真面目な性格から団長のニックネームは直角さん。こういうのも面白いな。じゃあお前1位でいいや、そこまでやったんだから。平賀団長は福島県出身で、今は原宿の表通りから少し奥に入ったアパートに住んでいる。平賀さんの実家は能楽師で、福王流という能の湧き方を務める家柄である。当たり前のように小さい頃からお父さんについて能を学んでいた。しかし能の社会はしきたりが厳格で、脇を演ずる流派は脇を専門に演じ、一生して方、つまり主役を演じることはない。高校に入る頃の平賀さんは直接能の後継者となる気持ちが揺らいでいたという。そして数年前、原宿の代々木公園の中で裸足で一人能を舞う男が大戸代表の目に映った。これが二人の初めての出会いであり、劇団一世風靡の始まりでもあった。道の上の表現者を自覚した頃から、平賀さんの中にも再び能に対する興味が以前に増してよみがえってきている。能楽というのはどっちかっていうと性の部分での動きというものはしつこいぐらい、例えば距離3メートルなら3メートルという距離を歩くのに相当の時間をかけて前へ進んでいくわけなんです。その時間をお客さんがもちろん見てるわけですから、持たせなきゃいけないわけなんですね。その時間が自分にとってはとっても魅力的に感じている部分なんですけれども、その部分をなんとか板の上じゃなくてもアスファルトの上でも違った形で出すことができないか。
しようと結局ここでやってもらえばいいね。じゃあこうなってるでしょ、足がね、はい、右足をこう出してこうにこう右足をね、はい、左の前へこう持ってきちゃう、はい、鍛えると、そう、それでそう、いいよ、それで揃えて、それで風早の、これは羽衣の前、はい、前ですね、10分足らずの出し物を一人でやったことがあるんです。それはあのはっきり言って持つと思ったんですよ、その10分という時間を一人で持たせてやろうと思ったんです。でやってみて、もうものの 1,2 分しないうちにそれが全部砕け散ってどっか行ってしまったっていうか、とりあえずもう10分という時間を俺がやると言ってしまった以上、10分そこに一人立ってなきゃいけないんで、あのその時のなんか怖さっていうか恐怖っていうか、10分持たなかったんで、まあ、最低その倍は持たせるようにしたいなと、そういうことができるようにしていけるような、あの中の一人のパフォーマンスをやる、表現者になりたいと思ってますね。12月1日土曜日の夜、劇団員は都心のビルの屋上にある稽古場でミーティングを重ねていた。頑張りやすいと思う。例えば、某お菓子会社の脅迫事件とか、ああいうのを題材にして、日曜日ごとの出し物については全員から提案を集め、一番面白いと思われるものがその週の出し物に決まる。これが一世風靡の鉄則である。飲んでもらいましたって、まあ、面倒したけど、はい、これははっきり言ってさっき見せてくれたけど、はい、あれ使い物なんだよ、これ見て、うん、話なんだよ、やるの明日だろ、これ、はい、絶対間に合うぞ、これ。いや、俺はねじゃなくて、おめえが一番ひでえよ、あれ間に合うか、お前、あんなんで。だってもう音だろ、今回はっきり言うけどね、あれでしょ、そんなね、細かいさ、なんつうの、いらぬセリフまでいっぱい書いてくるようが、もっと体でさ、表して表現した方がいいんじゃない？見よう見まえの芸でいいからさ、ストーリー的なもん、流れを一応組んどいてね、それをセリフでどん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 言っといて、省けるセリフは取っていけばいいじゃない。それが一番早いと思うんだけど。それ一番早いと思うんだ、俺。なんで今やなかったんじゃ。いや、だからその部分はみんなのまとまりがなかったし、遅れてきたやつもいたし。じゃあ明日休むんだな。休みませんよ、今日徹夜してでもやりますよ。できるか。やります。これはね、別にね、某お菓子菓子となんかそういうね、別になんか社会を反映したようなさ、なんか内容に突っ込まなくていいと思うんだよね。もっとね、もっと幅の広いね、ものでいいと思うんだよね。あのな、今言葉で聞いてる部分での構成っていうのはとっても立派なこと言ってんだよな。で、明日できる部分だと思うんだ、それ、はい、ちゃんとできれば。俺今見せてもらったんだよな、うん、絶対無理だぞ、このままじゃ寝れねえぞ。よく考えてみろ、今今の時間から逆算してあと何分残ってんだよ、明日の時間。でもそれはあれ、全部構成ができてまとまってできたから俺のこと読んだんだろ、ここにな。あ、なんで音ができてねえんだよ。じゃあ音ができた、音が出たから、それが決まってればいつでも用意できます。じゃあ揃えろ、すぐに。あ、今持ってきてません、こんなこと言うなら。いや、聞かせろよ、カセットは。その言ってくれたものに合わせてちゃんと全部揃えてきてなるんだ。電話がちゃんと来てるんだ。ちょっと今言った話で明日までこれまとめられる。まとめます。まとめる。まとめます。じゃあ明日何時に起きるんだ、みんな。俺は今日はもう徹夜だよ。今日はもうこのままやった方がいいんじゃないですか、ずっと明日まで。で、終わったら上がりましょう。終わったらの話。よし、明日仕事は？明日6時間に合うのか、朝。大丈夫です。じゃあ明日6時、それまで吉光が帰ってくる。音は揃う、はい、揃うよ。踊りはちゃんと踊るね。終わった。気取るなよ、踊りは。気取る余裕あったら汗かけよ。そしたら明日6時にもう一回俺のこと呼べ。話になんねん。
12月2日日曜日、昼前から雨になった。朝8時ごろから集まったファンも少しずつ姿を消していったが、午後3時が近づくにつれ、一世風靡は必ず来ると信じる常連や、一目実物を見ようと遠くから駆けつけた若い子で、人垣は20、30に増えていった。救急車に運ばれた時は十何回ありますからね。うちの嬢が晴れてる日なんか全然怪我なんかないんですけど、バカは金のためにやるんでもなしに、で顔で縫い傷つくってお前どうなんだっていうのはパターンですけど、人から見るとそいつはそれで自分で転んだって仕方ない。だから路上で遊ばれると滑るんですよ、結構雨降ったら。そこで爆虫とか電柱とかっていうのはなんかそういうようなことをやりまして、トンボを切って、だからその時に怪我になったんですけど、結局それを見て、路上慣れと言いますか、路上では一番大事なのは本当はうまさやなしに強さなんです。同じ空間で人に見せるんであって、うまいという技なんかを見越すんでなしに、強い汗なんですよ。それもお前に訴えかけてるんだじゃなしに、俺は自分のためやってんだよというのは強さなんですよ。昨年の初めの頃、記録的な大雪が続きましたけど、まさかこんな日はストリートパフォーマンスやってないだろうなと思って行ってみましたら、音楽が鳴り響いてて、思わず駆け寄ってみたら本当に雪の上で、それも普段の晴れた日よりか力がこもってたんですね。で、彼らに何度お前らこんな雪の日でもやるのかと、見てるお客さんたまらんじゃないかと言ったら、いや雪の日の方が帰ってこういうハンディキャップのある時の方が力がこもっていいんです、みんな口揃えてくれて。1500m アイススケート障害物スピードラン1時間スタート。大丈夫か？障害だな。撤去する。
飛んだ友達じゃないか。あらゆる今テレビ中だ。友達が飛んだのよ。何で言ってるんだ。今日の競技はもう諦めてみよう。さあ手を貸せ。バーン。何をするんだ。東山さん、バーン。あとゴールまで30m だ。見た、最後の直線来るな。もう友達はそれもないぞ。俺たちは勝利するんだ。やったよ。さあ最後の 30m だ。 30m 直線来るな。頑張れ。 30m 25m 20m 頑張れ。ラスト 10m。一世風靡には自分たちのルールがある。一つ、必ず本業を持つこと。仕事を辞めたら一世風靡も即クビ。一つ、仲間内では酒を飲むな。酒でうさを晴らすより道の上で晴らせ。一つ、暴力は振るうな。一つ、早く結婚をすること。結婚して初めて保守的にならざるを得ない世の常を知れ、などなど。最初は皆ハンフリー・ボガードやジェームス・ディーンを演じたがったという。しかしいざやってみると人々はそっぽを向いて帰ってしまう。その経験から道の上での出し物はセリフやストーリーに頼らず、全力で体を動かし汗を流すこと、肉体表現、パフォーマンスでしかない。また通行人の足を引き止めるには寸劇は10分間が限度だということも身に染みて分かったという。そこから踊りと寸劇を交互に見せる今のやり方が定着した。光りすぎる人影、時よりの風、遠く飛び交う馳せる思い、抑えて明日しか見ぬとつぶやく、しかめた空をかけるは吸い朽ちた夢か、ささやきを人混みの中、ただまぶすだけ。街は今日もまた行き交う人とで白に煙る、汗だ日々を癒し、むせぶよ街は息づいて。ある劇場関係者から、君たちのは所詮無料の素人芸と言われた彼らは、去年10月新宿にある劇場のステージに挑んだ。ベルもぶっ飛ぶよね。そして当然のように新しい試みを取り入れた。あくまで道にこだわる一世風靡としては、舞台を舞台に限定せず、その延長線上の外部空間をステージの上に置かれた2つの巨大なスクリーンに持ち込んだ。つまりテレビカメラによる生中継で屋上をもう一つのステージとし、さらに屋上まで悪人を追い込んでいく過程を芝居にしたのである。
しいぞ。これなんだ、この帽子。よしいぞ、この辺ドロドロっとして。おい、てめえたち、よそもんだな。いや、怪しいもんじゃありませんよ。あ、本当に、ね、すいません、ちょっとそこ、撮影の邪魔なんで。どこの町から来た。どこってな、どけってな、来るの。遠い北の国からですね。いや、あのね、その映画を撮るってことはちゃんと叱るべきところに承諾を得てるんですから。叱るべきところ、はい、そんなところはこの町にはねえんだよ。ないんだと。あら、俺たちがこの町を牛耳ってるからな。あのですね、今このシーンですね、押してるんです。うわ、押してる、押してる、押してるの、ところてん。そうです。ですから、あの、日が沈む前に取り終わらないと。目障りにならねえうちに早くこの町を出てくんだな。分かったか。この日本のあでやかさ的なさ、うん、そういう世界ってのは確実にあるから、うん、その世界をあちらでも出せたらってことで、俺は結構派手めでもいいと思う。あるいはさ、一世風靡にロンドン公演の話が舞い込んできた。パフォーマンスのメッカと言われるロンドンのコベントガーデンでクリスマスに公演をしないかというのである。どういう反応を示すかっていう面白さあるよね。ズートのように、ズートってのはすごい動きやすいってのがあるけど、着物となると今度は、うん、いや、着物ではなくお母さんが入れるな。いや、俺はいいっすよ。だそれで一つ思ったのが、そのタスキ、これ一つつけるだけでもどうかなと思うんだよね。それが、あの、はじまきってやつ。タスキってやっぱ今の東京でこのセピアがやってる自然体のまま持ってってどこまでいけるかっていうのを見てみたいっていうのが一番あるけどね、興味のある点はね、はい。コベントガーデンは最近ロンドン子が注目している石畳の広場の劇場である。12月24日クリスマスイブのロンドンの道の上での挑戦は一世風靡の血をたぎらせた。今ロンドンの街に一世風靡はいる。振り返ればこの3年間いろいろなことがあった。明日はもう解散という事態に追い込まれたことも何回となくあった。ほとんど毎日揉め事の連続だった。それでもやめなかったのは道という戦場で誰が一番か競い合ってきた。やる以上は真剣にやらなければ大怪我につながると必死だった。客席のない道というステージでいつの間にか3年の月日が流れている。このロンドン公演は初めて渋谷の道路上に飛び出した頃とよく似ていたという。人がだんだんと集まり始め、鋭い視線や物珍しいものでも見るような視線を浴び、さらに慣れない石畳と雨で皆完璧とはいかなかった。久しぶりに緊張感が走っていた。
it's like Japan's West Side Story to me, but without the women. And hope you have a nice Christmas. I like anything like that. The East, you know, mysterious East. I was intrigued by the mixture, both of the Western music and the more traditional Japanese. So it was a great, great performance. Three. I see. Which part did you like most? I think all of it. I couldn't understand how they could keep going for so long. They must be very fit. I wish I was as fit as that anyway.感動されてました。あ、本当はい、あの、文学の世界っていうのはそういうところをまだちょっと考えが遅れてるって言ったら失礼かもしれないんですけれども、まだ分かってもらってない部分があるんで、その部分とその能楽堂である能との噛み合いっていうのがどういうふうにこれから自分に影響していくのかは定かじゃないんですけれども、一緒にその能楽をやりながらあそこの場所で道を続けていけるようになれば最高だなと思って、そういうふうにまた努力して部分を分かってもらえるようにしていきたいと思ってますけれど、今はその感動が取れる、親父は分かってくれたみたいです。まず何かお前言いたいことがあったら作ってみたらと、たらその一つの間違いかそれが正解か成功じゃないか否かが分かる。まずこれが一つと、もう一つは、今の若者が、一世風みたいな路上から這い上がってきたような、這い上がった、まあ、自分は路上に初めから落ちてますけど、そういったところでも一歩こだわり続けて、それも、一世風の連中ってのは自分が唯一好きなのは真面目なんです。で、真面目に反対性じゃなく取り掛かって行動を起こしていったらきっとうまいもん、きっとうまいもんというかきっと人生についてなんですけど、本当面白いような、明日といいますか、それと面白い今日といいますか、それが得られるんじゃないか、ただそれだけですよね。はい、始めます。よろしく。よろしくお願いします。
今日の考えてきたっていうやつは今までと違ったパターンでどういう動きができるかってことで一つ考えてきたやつを周りもこの間言った通り考えてきたやついたらちょっと教えてもらいたいんだよな。ちょっと考えて。ん？なんかこれ ABC って何か一応まだ振り分けしてないんですけどね芝居的なのあれなんですけどねこれよろしくお願いします。あこれセリフになってないねセリフも噛み合わせたんですけどちょっと持ってきたやつでこれあと今読ませてもらいながら行くけど、はい、あやりましょうやりましょうやりましょう。劇団一世風靡にとって道は育ての親とも言えるだろう。道で人の視線を浴びることで自分自身を鍛え上げてきた。なぜ一世風靡を続けるかの問いにみんないろいろと吐き出す場がないし今の世の中の動向をつかむ場所が欲しいしそれと一種の運動部みたいなもんかなと彼らは言う。日曜日が来ると自分を見つけるために劇団一世風靡はいつもの道に飛び出していった。